桜が見ごろを迎えた山形市で今日、子どもたちが平和への願いを込め、桜の植樹を行いました。山形市の桜の名所、薬師公園では、市内や地域の親子らおよそ40人が、ソメイヨシノの木3本を植樹しました。この植樹は、毎年夏に園内の清掃活動などに取り組む山形北ロータリークラブが行ったもので、子どもたちは境内に戦没者慰霊碑があることを教わった後、平和な社会の大切さと桜の成長を願って、根元に丁寧に土をかけていました。綺麗に咲いてほしいです。綺麗な桜をパシャッと撮りに。カメラでね、パシャパシャね。子どもたちが皆さんで植樹したことが自分たちの身近なものになってですね、桜も大きくなって、で子どもも大きくなっていくっていうことでないかなと思いますね。